水田さん、はい、モントレイをようこそ。はい、はじめまして。来てくれてありがとうございました。いやいや、こちらこそ。あのじゃあ、早速始まります、はいえと。ファイナルファンタジーゲームに対して、どのような足跡を残りましたか、はい、残しましたかーーすみません僕はあのメインは、ファイナルファンタジーイレブンのシリーズをやってまして、うん、えっと、ブンはもうこれで10年ぐらい前に始まったゲームなんですけれども、えっ、ー、と、ブンをずっと と、やってる間にシリーズはもう今14まで来てるんですけれども、えっと、11に軸足を置いて、えっと、その間、間に13シリーズの13-2、それから、えっと、Lightning Returns, Final Fantasy XIII とか、えっと、その2つをやってます。なるほど。はい。えっと、 ファイナルファンタジー13の,あのような一人でプレ,プレイヤーするゲームに対する音楽の構成する際の取り組みと、はい、ファイナルファンタジーのような MMORPG に対する取り組みは違う、うん、何,が何が違いますか,違いますかえと作曲方法については特に変わりはなくて、そのベーシックな音楽作りのところは、その MMO だろうが、えー、と一人で遊ぶ。 ローールプレイングゲームだろうが同じですね、はい、ただ、えっと、そのアレンジメントというか、作曲をし終わって、その、あれ、主にアレンジをするときに、肉付けの部分が、うん MMORPG はやっぱり、非常に長時間、同じ曲を何回も何回も繰り返し、うん、聴くことになるので、あ,でね、あんまりこう、なんていうのかな。 余計なこう装飾を過敏な過剰に装飾をしてしまうとちょっとすぐ飽きてしまうあ<ー>あのなのでやっぱりすごくメロディーとか、うん、そのベーシックなハーモニーとかを大事にしてそれをこのまま割と素朴なままシンプルにこう渡してあげる一方でその普通,普通のていうかいわゆるシングルプレイのロールプレイングゲームは、うん、そのアレンジも結構ゴージャスにしたりとかボーカル 入れてみたりとか、いろんなこうチャレンジをして、うんと何ていうのかな、こう枠にとらわれない次のこうステップに行くようないろんなチャレンジをそこでするというようなそういうイメージです。なるほど、じゃあ、はい、作作曲よりあのアレンジの方が違うんです。そうですね。はい。はい、えっ、ー、と、えー、ザスター・オニオンズのメンバーの一員ですね。はい、えー。どうしてバンド加入しようと思いましたか？えっと実はスター・オニオンズは 今ちょっともうあのー、一旦お休みしてる状態で新しいユニットを去年作ったんですけれども、はい、えっとスターオニオンズはバンド一般的なバンド形式ドラムがいて、えっと、ギターもいてキーボードもいてフルメンバー5人かな6人のバンドだったんですけども今ちょっと別のユニットをやっていてそれはあのー バイオリンがメロディーを弾いて、あとピアノと僕の3人で、えー、とバックの演奏をもうプログラミングしておいて、PC で鳴らして、それと同期シンクロナイズさせてや、えー、と演奏するバンドをやってるんですけども。じゃあ、ザ・スター・オニオンズと全然違う,う、ね、音楽を演奏しますよね。そ,そうですザ、ね・スター・オニオンズは、あの、ファイナルファンタジーの曲を演奏してました。うん ファイナルファンティ、イレブンで、ンはい、はい、で、その今新しい。えっ、ー、と、ユニットもファイナルファンティ、イレブンの曲をやってるんですけれども。ジャンル違う。うん、ジャンルは全然違う、ね。No. あ、はい、わかりました。はい、えっと。キャリアを通じて、多くの作曲家と一緒に作業する機会がありました。はい、で、今後一緒にコラボしたい作曲者はいますか。うーんと、そうですね。あの、特に。 このの方っていうよりはその日々いろんなあのまあ CD を聴いたりラジオで聴いたりとかなんとなくこの方いいなっていうのをいろんなこうボーカリストだったりピアニストだったりっていうのをちょっとずつメモしてあってただその方に合うものと合わないものがあるので今度こういう依頼が で、もしこういうジャンルの曲をやるんだったら、この人かなみたいなの。は何人かいるんですけど。リ,リストを作ってます。そうですね。<laughs> リストって。利用して。あった時に。<laughs> あの、それを。はい、あの、聞きますね。はい、わかりました。じゃあ、最後の質問です、はいえー。ジャンルを問わず。うん、一番好きな作曲者は誰でしょう。えっと、一番影響を受けた。というか、まあ、僕の一番ルートにあるのは、あの、坂本龍一。さん。っていう、まあ、もう。 なんだろうな、僕にとっては憧れの人なんですけれども、うんと、まあ、彼に目指してるとかそういうのではないんですけど、ハーモニーだったりメロディーだったり、そういうものをすごく形作ってる、大元になってるのがその人だと思います。うん、一方で、あの、仕事としてやってるサウンドトラックっていう面に関しては、あの、菅野洋子さんっていう方がいるんですけれども、はい、はい、その人の仕事は僕とても好きで、あの、職人 として目指すんだったら彼女かなって。アーティストとしては坂本隆一さん,んででコラボする、はい、あの、機会があれば、うん、あの、横尾観と、はい。コラボしたいですか、はい、ちょっとまだ、なんだろうな、手が届かないところにいるような人ってイメージなんで、ですコラボっていう感じではないですね。<laughs> ちょっとでも近づきたいなという、そういう感じです。はい、はいあの。質問答えてくれてありがとうございます。い,やいやこちらこそありがとうございます。